僕ドラえもんふー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 最後はこっちに反転すれば変形完了タイムマシーン <laughs> おお<ー> <laughs> そうだねいや素晴らしいなと思ううんあの潜在画像とか見るともうこう見えんだボ <laughs> タファの,の。 秘どうかおごらにみなさんこんにちはオタファです今日紹介するのはこれだ完全変形ドラえもんだ <laughs> おお全国のガンゲャロを集結せよというわけで早速いきましょうユニークな商品が発売されましたあのドラえもんがトランスフォーマーでおなじみのタカラトミーとコラボした商品ですね完全変形ドラえもんです限定5大特典と書いてあるから本とか色々なものが入っています ま、その中のメインがこれっていう感じですね。変形するのはタイムマシーンです。これはどうやって変形するんだろうなめちゃくちゃ楽しみです。で、これお値段結構強気です。12,903円。つまりこれはドラえもんの身長、そして体重、これにかけてるんじゃないかなと思うんだけど、結構高いなという印象です。まあ、中身を見てみないとわからない。 何、ね、とも言えないんだけど特典タイムマシン特製台座取り下ろしジオラマアートボードパッケージイラストアートボードそれから書籍ですねこっちが主にドラえもんとタイムマシンを大研究したものでこれはドラえもんの劇中に登場するロボットをピックアップしたような本になっているというわけですね中はどんなおっかわいい、ね どんな感じだろうあ、いろいろドラえもんが隠れてるね、パッケージにね。かわいい。ほほほほ。あ、このように入ってるんだね。中の厚紙の中に完全変形ドラえもん。あ、で、これが台座か。紙製なんだね。なるほど、これ組み立てると。あれ書籍はあー、こっちにもあるあるある。 これがパッケージのイラストアートボード。なかなか可愛いですね。あ、で、書籍これかちっさ <laughs> もっとでかいこれぐらいのなんか図鑑みたいな本が入ってると思ったけど、まあ、そういう感じか。ははは。ちょっと中身はお見せできた。まあ、ちらっとはいいのかなこういう感じでね。あ、内容こう見るとぎっしりだな。結構ぎっしり書いてあります。カラーになってたりとか。面白そう。で、これは2冊を合わせるとドラえもんの。 顔になるとで、今回のメインはこれかな。対象年齢8歳ということからもわかる通り、まあ、変形難易度はそんなに難しくないんじゃないかなと思いますね。宝富、書いてありますね。お、ブリスターですね。ブリスターに本体入っています。おー、かわいい。ドラえもん本体と、背面に取り付けるパーツですね。特製台座は紙かと思いきや、これプラでできてますね。 組み立てるとこんな感じですね。さあそれでは本体早速じっくり見ていきましょうまずはドラえもんバックパックを取り外した状態になると本当にプレーンなドラえもんですプロポーションデザインは本当に素晴らしいですねもうアニメのあのドラえもんが飛び出してきたかのようです材質はほぼプラでところどころ塗り分けになっています塗装もとても綺麗ですねこんな感じ 僕ドラえもん。ふう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 っていう感じでね。<laughs> 可愛いですね。大きさは8.6って書いてあったかな。だから12センチのいつもの比較のロボット魂だとか、他のマスターグレードのガンダム。これらと比べると全然大きさが違いますね。まあドラえもんなんでもっとわかりやすいやつでいこう。ザンダクロス。それからそれっぽいやつ。 今回のドラえもんの12,900円に対抗して、おおよそ10年前に発売された、おおよそ1 4 0 0 0円の超合金、超合体、少し不思議ロボと並べるとこんな感じですね。<laughs> ちなみに、稼働する箇所は腕のみ、ボールジョイントで上下に稼働します。さあ、そしたら遊んでいくぞ。ここにパーツがあって、この蓋を外すことができます。で、 これがバックパックのパーツですね。でかい <laughs>。まあまあ、これがないと、まあそのタイムマシンにならないというわけですね。ここに取り付けておくことができます。パーツ余ん,んなくていいですね。そしたらバックパックと合体。うん。このようになります <laughs>。 まあ、横から見ちゃいけない美学的な感じだね。バックパック。そうだね。真正面から見てもちょっとはみ出るぐらいの感じですね。横から見ると <laughs>。まあ、こういう感じに。まあ、ならざるを得ないよね。まあ、こういう感じですね。このバックパックを含めると、手で持つと、そこそこボリュームを感じます。さあ、お待たせ。変形させようか。僕、ドラえもん。ふふふうふうふう <laughs> 今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ。 3! これ変形パターンは本当に見事です。というわけでね、ゆっくり、あの、一緒に楽しみましょう。まずはバックパック。これを。ワンクリック下げる。そしたら、頭部を持ち上げる。後ろから力を加えると外れます。で、ここから感動したんだけど、このパーツ、後頭部が外れて、これが、丸ごと、このようにね、外れます。 で、付け根はボールジョイントになっていて、ぐるっと回せるんですね。こういう感じ。こっちに来ます。ちょっとここからも見ていきましょう。構造。この付け根ボールジョイントになっています。それから、ここに穴が開いています。これですね。これは何なのかというと、これが成形色の鼻がボールになってるんだよね。ボールジョイントになっています。こうおろし切ると。で、ここちょっとだけ稼働します。 干渉しなくていいですね。こう下に押し込むようにしてあげると、さっきの凹凸が噛み合うと。<laughs> 素晴らしい。で、こういう風になってます。この中、ときめきますね。少しずつ色々どかして、これに展開します。で、後頭部少しずつ下げていくと。で、こういう感じになります。さあ次は、これ一体を、ロックを外して、後ろに下げて、腕を、 内側に折り込んでやると腕が収納されます。さらに足。外側に開くと足がね横向きます。こういう感じですね。さあ、そしたらこのお腹だった部分はこう中に入り込むんですね。この中に入り込んでいくとこういうパーツが出てきます。で、これを倒すと。そうすると ここがね、綺麗な辛い位置になるっていうのがポイントですね。各部を辛い位置にします。このヒンジなんかも。こういう感じ。ちょっと形を固定、あの、いじるっていうところがポイントかな。で、この切り欠けのところにこれを合わせるという感じです。一旦これでドラえもん本体の変形は完了です。さあ、そしたらこのバックパーク。これはまずは内側にワンクリック。1、1と外してあげて、今度は横。 これを持ち上げると、反対側も同様そしたら先端の部分にこのパーツがあってこれをこういうふうに起こすわけですね細かいんだけどここに段差あります上にちょっと持ち上げるとちょっと待ってねこうなってるのを上に持ち上げるとフラットになると反対側も同様ここら辺のパタパタギミックはやっぱ面白いよね変形がねさすがはタガラトミって感じ そしたら今、ワンクリック開いているので、もうワンクリック外に向けると、まあ、板になります。そしたら中央部分でロック。こうですね。おお、だんだんタイムマシン的なものになってきましたね。さあ、そしたらここの軸を使ってガポッとね、こっちに持ってくると。行き切った先で、ここと、ドラえもん本体のここでロックできます。これを目指すような感じで。 こう持ってくるわけですね。形ちょっとこう整えながら、この部分でロック。ああ、これ一発でこう板になるのすごいね。さあ、そしたらだんだんクライマックスです。このパーツを反転。これもこっちに持ってくると。クリックが効いてて気持ちいいです。反転側。これをこうし、最後はこっちに反転すれば、 変形完了タイムマシーン <laughs> ーそうだねいや素晴らしいなと思ううんあの潜在画像とか見るともうこう見えんだ <laughs> でもこうならざるをえないかなとも思うんだよねあの丸いもう丸いしかないようなあの大きな塊のさドラえもんが薄い カクカクのタイムマシンに変形するって言ったら、まあ、そりゃ、バックバック的なものも必要だろうし、まあ、後ろに、何て言うのかな、まあ、こうならざるを得ないかなという感じなんだけど、よくまとまってるな。見る角度によってはもう、タイムマシンでしかないっていう感じでね。<laughs> ここを覗けばっていう感じで。いや、変形自体も面白いなと思いましたね。で、この造形もまた完璧だしね。で、ドラえもんも、あんまり細かく分割できないよね。 多分線入れられないと思うし、まあ対象年齢が8歳っていうことを考えると、いや、これちびっこが変形させても面白いと思う。これはいけるわ。で、さっきのこれね、これ <laughs>、これどうかなと思うんだけどね、これありきなんだよな、正直。えー、4箇所をね、こう合わせて、ここに乗せると。そうするともうドラえもんが完璧に <laughs>、いなくなりますね。こう超時空のところをね、こう移動してるような感じになりますね。いいね、ちょっとこの歪んだあの時計の感じがさ、タイムマシンの。 あれを彷彿とさせるよねでさっきも言ったけどこれ紙製じゃなくてプラですであればちゃんとした台座にしてほしかったかなっていうのは正直なところかなうんでもこれありきだよなとはちょっと思うかな <laughs> でもこれアイデアは素晴らしいですねであと細かいところを見ていくとねこういったところもやっぱさすが徹底監修されてるだけあって造形とか塗り分けとかも完璧ですね考えてみれば タイムマシーンの立体物って僕持ってそうで持ってないな。うん、という感じです。これ。これはよく考えたな。まあ、こう見ると正直。うん。どれも見えるけど。アイデアとしてはやっぱ面白いわ。うん。でも、もう一回変身、変形させない変形。一回覚えちゃえば、そんなに難しくはないです。ゆっくり、あの、ちょっとテンポアップしてやろうかなと思います。ガバッと開いて。 しっかりねロックも効いてるしねこう外した途端にあの各部のロックだとかこういうスムーズな稼働とかぴったり合うところとかはやっぱさすがはタカラトミーだなって思ったねいいですこれこれ戻す時はここにピンがあって受いう感じですねでところ、うん、しっかりと渋みが効いててまあタカラトミーといえばやっぱトランスフォーマー トランスフォーマーをいじってるかのような感じだね。しっかりとしたプランになってて。あの、決してチープな感じはないね。あの、小さいけど、小さいからチープってことは全然なくて、本格的な可変問いだなっていう感じですね。うん、面白い。特、特別難しいところもないしね。なんか、側これで本当に合うのかな、というところが出てきても、しっかり、その側、側がぴったりと合うとかね。よく考えられてるよね、こういうところ。 しっかり形が変わっていく様は本当に面白いなぁと思いましたこういうボールジョイントの使い方とかね鼻をボールジョイントのロックに使うってもうやっぱ宝トミーの設計だなって感じだよねうん。これはなんか宝トミーの可変トイファンの自分としては面白いなと思ったこれも,もう元に戻っちゃいましたここまでめっちゃゆっくり変形させたけどうーん そうね、そんなに時間かかってないんじゃない慣れちゃえば、サクサクいけます。まだ買ったばっかりで、多少こう渋みがあるんだけど、構造自体を覚えるっていうのはそんなに難しくないし、これはちびっこでもいけるな。何回かやると、何回かやればやるほど楽しい感じだね。面白いよ <laughs>。まあね、掃除て、 掃除でよくはできてると思うけど、価格だな。何回も言って申し訳ないけど、金額によるんじゃないかな。で、これのいいところは、これちびっこ向けって書いてあった、言ってたじゃない僕、あの、ちょっと、ちょっとだけお見せしますね。これ説明書なの。説明、変形工程が書いてあります。変形の手引き。めっちゃくちゃ細かく変形書いてあって、ちょっと漫画チックになってて面白かったりするし、すっごい丁寧なんだ。 ここまで丁寧な変形解説が載っている立体物を買うのは今年だとこれが初なんじゃないかな。こんなに細かく丁寧に変形が書いてあるっていうのはすげえいいなと思いました。一通あ、最後になんかあのタイムマシンと比較するそうだよな、ドラえもんと、ドラえもんがこれになるって言うんだったからやっぱ掃除てすごいわな。タイムマシン。こんな感じですね。 ドラえもんのび太くんどこ行ったんだろうと思ったらね、ここにいるっていうね。まあ大胆ありきっちゃあ,ありきだけど、まあこれでも角度によっては面白い。ありかなと思いました。一通りの遊び方はこんな感じ。ふー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 ,ふー。 というわけで今回の完全変形、ドラえもんのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。まあ内容に関してはレビューであのご覧いただいた通りです。僕の感想っていうのはそういうところかなと思います。いや、よくできてるさすがは変形をやらせたら、もう世界一と言ってもいいんじゃないかなうん。あの、ミーができないこと何、何もないんだよね。何でも変形できちゃう。 あのタカラトミーがやっぱ監修してるだけあって変形パターンはそのただ物体が変化するっていうだけじゃなくて変形させる楽しさもあるよねそういったところがいいなと思いました対象年齢が9歳以上8歳か8歳以上っていうだけあって変形パターン本当に面白くてまあちびっこでも変形できそうだなと思いましたねこれが例えば対象年齢グッと上がってもうい,いろんなところに分割したりとかアレンジしていいよっていうんだったら本当に多分これな,ない状態で多分完全変形できると思うよ たがトミーだから。なんだけど、まあ、これは対象年齢とか、諸々考えた末の、まあ、このアレンジかな、という感じです。そう考えると、これ自体はすげえいいです。さあ、僕はやっぱ一個気になるのは、やっぱこの値段だね。<laughs> 僕個人的にはちょっと高いなと思いましたね。まあ、せいぜい、例えばなんだろうな、他のメーカーのものとかで引き合いに出して申し訳ないんだけど、例えばこういうディズニーランドというか、まあ、こういったところで買える2500円ぐらいのさ、 車に変形する、こういうキャラクターグッズ。これと感覚的には似てるけど、お値段に関しては人それぞれの価値観で、うん、決めるものだから、一概には言えないけど、まあ、僕はちょっと高い、この内容にしては、ちょっと高いかなとは思いましたね。ただ、物としては本当に素晴らしいなと思いましたね。公式のドラえもんグッズとしては本当に、完全変形が大好きな僕としてはね、最高です。ま、総じて僕は手に入れて、え、よかったですね。大満足です。 今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。ふぅふぅふぅ。あとはね、どんなことでも結構です。おおおたわやっぱドラえもんのロボといえばザッダクロスいいよなとか、あ、超合金のこれもかっこよくて俺好きだなとかね、あ、今回の変形僕は面白かったよとかね、あ、僕は全然高く感じないよとかね、あ、僕はドラえもんでこんな映画が好きとかね、こんなエピソードが好きとか、などなど。 あ,あとはね、僕は、あの、声優、大山信世,世代だよ、とかね。<laughs> まあ僕なんだけど。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。ふー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 ふう。おたまでっしゃまってねーガンヤの